おはようございます。昨日に引き続きまして、やはり筑波サーキット始まって以来の、見てくださいこの雪、この Z のフロントスポイラー、この雪、この雪でなんと史上始まって以来の筑波サーキットスタッドレスバトル、こんなことは今まで世の中はなかった。しかしベストモータリングはやってしまう。これがすごい、実にすごい。これはお楽しみ。バトルドライバーは竹平土屋両選手に加え、本誌ドラテクでおなじみの清水選手、そして大井田辺の編集部ドライバーと、ミラージュレースでいつも田辺のライバルの福井選手は加わった。タイヤはもちろんスタッドレス、ブリヂストンのブリザックのワンメイクとした。周回数はいつもと同じ5ラップ。気になる GI は清水選手がドライブ。さあスタートだ。おう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 、あの野郎、なんだこりゃ。おっと、 OEML2 早くもパニクってる。この大馬鹿野郎め、なんてやつだ、大いたこめ。清水スターレットはトップで1コーナーへ。ドビじゃないかこれ。ぶっちぎりのスタートです。まあ車も軽くて、馬力もそんなにないから非常に乗りやすいですね。頑張れ。おい、LSD が入ってんだぞおめえ。よし、すってもあの野郎。ちょっとちょっと、勘弁してくれよな。依然としてスターレットトップ。しかし直後に手強い3台を引き連れていく。少し離れて Z とシティ、この2台は気にしなくても良さそうだ。ちょっと待てよ、まずいまずい、ラインが悪い、ラインが悪い、ラインが悪いよ。FF はいいな。そう、このような路面ではパワーオンで姿勢の乱れない FF 車が絶対有利。曲がれ曲がれ、この大馬鹿野郎め。土屋 NX が清水スターレットを捉えた。バックストレッチあたりで前へ出れるか。おっと、タラベシティヘアピンショートカット失敗。OEMR2 も出口でスタック。時代、まず、おお、またこうでも1台よ、このタコか。よし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 。トップグループはレベルの高い争い。スターレット、サニーについて福井シビックもチャンスを狙っている。なかなか清水さんやりますね。目つぶし攻撃に出た。しかし僕は負けない。おっと、土屋 NX ついに勝負に出た。アウトからかかった突っ込み、よし抜いた。しかし深雪にはまってまた抜かれた。雪道はいろいろと厳しいのであります。やっと来た竹平 Z、 ポジションの輪にえらく真剣。これはマジだぜ。リタイアしたはずの田辺式、こちらもドライバーは真剣。ダメだよ、水温が上がっちゃって、ちょっと冷やそう。おそらく雪が詰まったんだこれ。土屋サニーのリタイアにより福井シビック 2F 上。焦るな焦るな、なんだこれは。ストレートで
とっちらかったタギーラ Z をシティがパス。なんかこう情けないバトルになってきましたね。おーおー、また抜かれたかこの野郎。後ろのドリキンさんにはいつの間にか、いなくなりました。喋ってる場合じゃありませんよ清水さん。どうにかフォローした清水スターレット今チェッカー。福井シビックの追い上げ届かず。私がリタイアの土屋です。リタイアの原因としまして NX サリーのこの顔、この顔がまずい。清水先生の目つぶし攻撃にあって私はなんとこのエアダクトのない NX で全くこう冷却ができなくなってしまったと。全く風が入らなくてオーバーヒート、これには参った。スタレット乗りやすい、うん、バックで走っても Z に勝てんじゃないか。サニーは速い、これ前出たら絶対に勝ってたね、間違いなく。あの LSD も入ってるしね、立ち上がりで断然青春より青春してたよ。続いて第2ヒート、スターレットは GT の登場。本当は GI の敵討ちで登場となるはずだったのだが、2ヒート目、私が土屋です。私が青春のスターレットです。サニーだからね、なんとかなるじゃないかな。おっと清水さん、いろいろやってますね。ちょっとタイヤを曲がり、タイヤ温めてるわけ。さあスタートだ。いいスタートを切ってのは土屋スターレット、続いて竹平 NX サニー。全車いい路面を求めて陣地争い。サニーだが大きくはらんだ。みんな下手くそですね。2位まで上がりました。土屋スターレット早くも独走。おっと竹平サニーまた飛び出した。モンテさんにはやはり雪がなかったためか。あ、MR2 の挙動が変だ。そう、わだちにはまってのた打ち回ってしまいました。 MR2 の清水選手、下手くそなみんなにバーッシバシ抜かれております。ぶっちぎりの土屋スターレット、2位にはなんと福井シティがいる。3位シビック、4位はサニー NX。シティのハーフスピン、焦った田辺シビックがコースアウト。後続車避けられるか。全車一斉にコースアウト。バカ野郎、目の前でみんなスピンしてコース塞ぐからぶつかっちゃうから、もう外に避けて危なくスタックするところでしたね。おっと、ワイパーが全然見えない。トップの土屋選手、雪の中でもドリキン走り。ここはいいよ、なかなか本当に普段バランスもいい、元気もいい、 LSD がね、もっといい。忘れた頃にやってきた OZ スピン、何を考えたか。続いて縦列駐車を始めた。おっと、直進性がちょっとやっぱりミッドシップは辛いですね。輪立ちから飛び出したらアウトです。
どさくさに紛れて2位へ浮上した田辺シビック、せこい走りで完走狙いか。3位はシティ、しかし清水 MR2 がぐんぐん追い上げている。がスピン、MR2 スピンのまま動けない。おっと、 Z が来てる、危ない。 Z にまで抜かれ、ドンペケになってしまいました。こちらは気分良さそうな土屋スターレット、ルンルンのままぶっちぎりゴールか。行ったか、行ったか。清水 MR2 最後までのた打ち回ってゴール前、カメラマンが危ない、とどめのコースアウト、リタイア。ここで清水さんの言い訳を聞こう。考えられる？どうしたんですか？このハンドルのね、中に雪がしこたま溜まってね、ハンドルが直進状態に戻んないの。ほら、切れないんだ、これ以上。だカウンターが切れないの分かる？ええ。青春のカットビスターレット、なかなか青春してました。しかし、やっぱり LSD がないと寂しい。サニーの立ち上がりは非常に良い。これが今回のベストラップ。しかしこれがつくばのタイムとは、斬新なバトルが無事終わって安心しているんですが、今日のちょっと総評をちょっと清水さんにいただきたいんですが、車は軽い方が有利だと思うんだ。グリップ小さいからね、ミューがやっていいから。それと馬力はもう80馬力から100馬力あればもう十分って感じだよね。みんなのスタレットの興味っていうのはね、一つとしてモータースポーツの素材として安くて速いっていうのがあると思うんですよ。でその辺は武田さんにぜひ使っていただきたいんですけども、ちょうど 1.3 リッターを境にしてね、国内のラリーだとかダートラだとかジムカーナあるんだけど、その 1.3 リッターのねジャンルでずっとこう活躍というのかな、要するに安くて、キビキビして、まあスポーツパーツも結構あるということで、もう、まあ、大衆モータースポーツ車って大人気でね、活躍も相当してきたと思うんだ。問題はね、なんで 1.3 リッターをねオーバーしたか。 1.3 リッターオーバーしたらさ、 1.3 リッターアンダーのクラス出れないでしょ、うん、その上のクラス、その上のクラスったらさ、もっとすごいのがいっぱいいるわけだ。そうですよね、話にならないですよ、これが問題。要するに話にならないわけ、うん、今までさね、そういうそのクラスで一番そのトップレベルのもう車ということでやってたんですが、もう上のクラスいっちゃってさ、もう全然上がつかない。いや、例えば N1 のね、1300のカテゴリーなんか見ると、もうスターレットのオンパレードだよ。そうですね、それはトヨタは勝ってるよね、うん、いやだから逆に言うと、なんで1300を超えるエンジンにしたんだろう、その理由って何なんだろうね。やっぱしね、数字がでかければいいという考えじゃない、ユーザーはさ、うん、数字がちょっとでも大きければいいな、だから排気力大きいよ、うん、あまり、うんね、そうすれば売るんじゃないか、こういう考えはね、やっぱその車物を売る方っていうのはね、うん、意外と考えやすいわけだ。でも一応ターボの方は、2000cc クラスっていうのがある。でしかもターボ換算が 1.4 倍のね、ダートララリー 1.4 なんですよ、ダートララリーは。あ、 そうなん、それで1800ちょいになるんですよ。国内は 1.4 というかね、はい、うん、そっちの方ではまあ活躍できる車だと思うんですけども、うん、それは言えますね、うん、これはもう全モデルのサレドターボと同じクラスね、その中に同じクラスになるし、まあ、パワーも上がったし、より以上の活躍すると思うんでね。であれね、最後にちょっと言いたいことはさ、うん、今からが面白くないと思うんだよ、トヨタね。やっぱり 1.3 リッターアンダーの排気量 の、まあ、その G1 というかな、うん、そういうやつ、それからあのターボの方でもこんなに豪華な装備なくて、もっとね、あの簡素化した装備、そういうものをね、これからでもいいから出すべきだと思うんだよな。そのくらいのリスクはね、トヨタ絶対やらにいかん。やっぱりトヨタのこのパーツの豊富なね、車ってのは入門用に絶対必要なんですよね、うん、結果的に安いしね、トヨタのでモータースポーツだとね、やるべきですよね、絶対それはね、トヨタやるべき。そうやるべし、本当にね、今までね、本当 EP を触ってくれたユーザーに対してね、うん、あれ失礼だよな、うん、まあ、どっちにしてもモータースポーツの分野でも一般の市場でも一番多いですよね、スターレットってね、うん、でそういう意味ではね、あのノーマルで乗る車としての出来上がりっていうのはどうですかね、清水さん。僕ね、あの基本的にこの車やっぱトヨタのちょうどカローラあたりからターンを走ってね、 FF のハンドリングのうまさっていうのはやっぱすごい感じるんですよね、うん、まずやっぱこうロールの出し方とかね、非常に、まあ、サスペンションとしては柔らかい方向なんだけどね、
うまく車のサスペンションのストローク使ってね、でまあ限りなくその中でトラクション性能も出してるし、まあ、ちょっとこのターボエンジンに関してはちょっと馬力の方が大きすぎてコーナーの中で激しくアクセル踏むとね、こうフロントドリフトアウトのアンダーステアになっちゃうから、まあ、その辺ちょっとピーキーだなっていうところがあるんだけど、基本的にサスとしては結構仕上がったんじゃないかなと思う。いや、土屋さんに伺いたいんですけども、まあ、これでみんなねどんどん走りまくると思うんですよ。やっぱり安くて速くますからね。そういう素材として考えるってことですか。まあ、だから手頃に買える車ですよね。で、まあ、乗ってみても1600を十分かもれる車ですよね。だから、だからノーマルで乗ってみても僕ちょっと箱根乗ったんですよ、そしたらすごくなんかこう前のふにゃふにゃっとした足よりもガチッとしてでパンパンっていう感じもあって、なかなか青春してるなっていう、そういうものはあったんですよね。前のスターレットのイメージよりもはるかにサスペンションだけを見た場合は乗りやすくてこう若者向きっていう、昔のはこうぐにゃらんぐにゃらんして誰が乗ってもオール万人向けのサスペンションだったんだけど、今度のやっぱり若者向けでガンガン走れよっていう、そういうねものが伝わってくるような、だけどちょっと格好がおとなしくなっちゃってダサいとかそういう問題じゃなくて、格好がちょっとおとなしすぎちゃってと思うんですけど、でもこの値段にしてこのパワーにしてやっぱり十分満足できるものはあると思うんですよね。そうだよね、満足度は高いね、確か、とにかくターボは、パワーその他全てにおいて上のクラスに引けを取らない、非常に安くて速い車です。そこをうまく、生かしてみんなに乗っていただきたいと思います。